ジルケペル、ジルケペル、1955年6月30日は、フランスの政治学者、イスラーム及び現代アラブ世界の専門家、パリ政治学院教授、パリ高等師範学校、んずに開設されたパリ科学、人文社会、PSL、キワム大学の中等、地中海研究講座ディレクター。古典の専門家を志すが、1974年の、 レバント地方旅行をきっかけにアラビア語を学び始める。哲学、英語の学士号取得後、ダマスカスのフランス学院に留学。1980年にパリ政治学院修了。1981年からカイロのフランス研究センターに留学。同年発生したジハード団によるサダト大統領暗殺に焦点を当てたフィールドワークにより、博士論文、予言者と ファラオ現代エジプトにおけるスラム主義運動を執筆。現代イスラム主義運動の研究としては、世界でも初の業績であり、1984年に出版された。現在まで各国の大学で基本文献となっている。帰国後、フランス国立研究センター、CNRS の研究員として、フランスにおける社会、政治現象としてのイスラム教の発展を研究。 3年間のフィールドワークを経て、イスラム教の郊外、1987年を上司する。西洋社会におけるイスラム教、イスラム教徒の現状についての先駆的研究となった。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教における宗教的政治運動の比較研究の著作として、宗教の復讐、1991年を上司、19カ国語に翻訳される。 1993年、パリ政治学院のルネレモン学長を長とする、先行委員会、レビルボー、アーネスト・ゲルナー、アラン・トゥーレーヌ、アンドレ・ミケルが委員により、博士論文指導資格を付与され、同年、ニューヨーク大学に客員教授として赴任。米国の黒人イスラム教徒を対象にした、フィールドワークを実施。サルマンナ・シュリの悪魔の歌、問題。 フランスの学校におけるイスラム教のスカーフ着用についての論議にも検証しつつ、米英物におけるイスラム教の状況を比較し、社会的阻害の問題に対して有効な解決策を提示できない、西洋世界のうちに根を下ろしたイスラム教がもたらす、問題に光を当てた。この成果は、アラーの西、西洋のアラー、1994年にまとめられた。 1995から96年には NY 大学、コロンビア大学、ニュースクール大学間のジョイントポジションである NY、コンソーシアムプロフェッサーとして渡米。NY 大学とコロンビア大学の図書館、所蔵文献をベースとして、ジハードイスラム主義の発展と、衰退、2000年としてまとめられる、著作の文献資料を準備する。2000年刊行の、 ジハードイスラム主義の発展と衰退は、インドネシアからアフリカまで各地のイスラム世界を対象に2年間にわたっていったフィールドワークの成果である。1990年代後半における政治的イスラム主義運動が民衆動員に失敗したことを資料で裏付けたこの著作は12カ国語に翻訳された。しかしこの著作は観光の翌2001年に アルカイダによる9.11米国同時多発テロが発生したことで批判される。これに対しケペルは中東戦期2002年ジハードとフィトナイスラム精神の戦い2004年テロと殉教を文明の衝突を超えて2008年などの著作を通じ自身が前著ジハードで指摘したジハードの衰退とはジハードの発展段階の 1> 第1期の終焉であったと分析し、第1期から第2期、アルカイダ、第3期へと発展する、ジハードの弁償法という現代のジハードの歴史的、見取り図を提示する。ISIS は、この第3期に分類される。1980年代のアフガニスタンの大祖、低運動に体現される、第1期は、区の敵を標的とした。1990年代に入ってこのジハードが、衰退すると、 第一期の失敗から教訓を引き出し、今度は遠くの敵を標的とする第二期、アルカイダのジハードの時代に入る。しかし、第二期のジハードもまたイスラム教徒大衆をジハードの旗の下に結集させることに失敗する。これに続く第三期がヨーロッパ、中東、北、アフリカを中心に展開される盲城組織のジハードある。2001年に パリ政治学院の政治学教授に着任。中東、地中海研究プログラム、ヨーロッパ、湾岸フォーラムを開設。指導した、博士論文は40本を超え、学生の博士論文の出版機会を創出すべく、フランス大学出版会、プフに、中東総省を創設する。英訳されているものも多い。学生らとの協調により、ジハーディズムの理論家であるアブドラーザム。 ウサマ・ウィン・ラディン、アイマン・アルザワヒリ、アブ・ムサーブ・アルザルカウィの文章を翻訳、分析した、アルカイダが語る、2006年を出版。2009から2010年には、で、ロンドン経済政治学院の客員教授。2010年12月、チュニジア中部の若い露天商の昇進自殺をきっかけとして、アラブの春が勃発。同じ2010年12月、パリ政治学院では、 中東、地中海プログラムが閉鎖され、ケペルは2015年まで5年間にわたり、フランス大学研究員、アイフのシニアフェローとして、学生と共にフィールドワークに専念する。1年間にわたる現場での参業観察をもとに、共和国の郊外、クリシー・スー・ボアとモンフェール名誉の社会、政治、宗教、2012年、93、セーヌ・サンドニ県、 2012年を観光。後者では、1987年のイスラム教の郊外から25年を経たフランスにおけるイスラム教の現状を外観した。2014年には、2012年の国民議会議員選挙に立候補したイスラム教と移民指定の面談帳をベースに、南仏丸精油と北仏ルーベに焦点を当てた、フランスの情熱しての声を観光。 フランスの大都市郊外を対象とする一元のフィールドワークから生まれた4番目の著作が2015年のフランスにおけるテロ、フランスのジハードの起源、テアー・ドンズエル、ヘクセガン、ゲネス・ディーユ・ジハード・エン・フランス、翻訳、グローバル・ジハードのパラダイム・パリを襲ったテロの起源、である。2012年以降、特に2015年に入って連続したフランスにおけるジハードのテロを対象に、 これをジハーディズムの歴史的発展の流れの中に据え直したものでベストセラーとなった。この著書によりケヘペルは影響力あるパブリック、インテレクチュアルの地位を獲得したが、同時にジハーディストからの威嚇にもさらされた。5カ国語に翻訳された。は、公共文化ラジオ局フランスキュルチュール、ペトラルカ賞を受賞、日刊シルモンドにより同年のベストブックに選ばれた。 2016年や秋には、翌年の大統領選挙を展望に入れた、亀裂、フラクチャーを刊行する。ラジオ局フランスキュルジュールで放送した辞表をまとめた、もので、ジハーディズムがいかにしてフランス及び欧州における、無差別殺戮につながっていったかを分析し、欧州における、極右政党の台頭、政治的亀裂の問題と関連させている。2016年2月には、 パリ高等師範学校、N ズ内に開設されたパリ科学、人文社会、PSL 研究大学の中等、地中海研究エクセレンスプログラムのディレクターに任命される。暴力とドグマ、現代イスラム主義における過去の利用をテーマとする、月次セミナーを担当。2017年5月、奇襲強制待機列、お観光、を楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。